ゆうです。俺が手かな。2テイク目なんです。あ、合わせないですね今日は。あ、まあ2022年は2人別々で物を歩んでこうって、はい、別々の道分かり道。はい、ということでですね、いやうるさいんすよね、もうあなた方対決が少ねえだろ、なんだろって。対決はでも少ないじゃん。ということでですね、はい、対決の数が少ないと言われましたので、はい、対決企画持ってきました。おー、なんだろう。まあ、今回なんですけど、はい、ちょっとまあ今までやってた対決とはちょっと趣旨を変えて、はい、普段皆さんのチェキ取ってらっしゃると思うんですけど、はいはい、自分のチェキは結構サインとかして、はい、なんかいつ取ったチェキだとかって分かると思うんですけど、うん、メンバーのチェキっていつ取ったやつかって分かるのかなと思って。あ、申し訳ない、全部分かります。分かります。目がまっすぐ。なんかね、やれメンバーが大事だ、メンバー家族だとかって。確かに ね、俺以外の人ってみんなよく言ってるから、うん、リオには間違ってほしくないところ、ね、あ、俺はもう絶対そうですよね。いや、これはもうね、正直もうサービスです。だから分かって当然の問題だと思うんで、うん、もうこれもボーナス、はい、10ポイント差し上げます。10ポイントリオが勝つチャンス。今回なんですけど、早押しクイズになります。合計5問ありますので、3点先取した方が勝ちになります、はい、で勝った方が10ポイント、今現在のポイントはリオさんが1ポイント、テイカさんが2ポイント差し上げます。ポイントもらえる。一撃逆転のチャンスということで、ありがとう、頑張っていただけたらと思います、はい。じゃあ早速早押しボタンの方ちょっと手に取っていただいて、はい、じゃあ早速やっていきましょう。ででん、第1問こちらです。ふざけんなよ、全然わかんないよ、量がだよな。お、ていかさん、2021年8月25日のリオの誕生日じゃないですか、はい、正解です。うえー、すごいですね。あんなツンツンだったっけ。リオがさ、よくバーって髪型やるんですよ、うん、はいはいはい、で、なんか誕生日だからそれやろうかなって言ってて、やりすぎかなみたいな話したから。なるほど、なるほどね、これのせいだ。家族なんだろ、メンバーを。あ、ごめん、俺家族って一回も言ったことないな。ごめんごめん、言ってないな。じゃあ一緒だ。友達とは言うけど、家族じゃないわ。ごめんごめん。いや、すごいですね。早かったですね。いや、あ、もらったわ。いや、今のだってメンバーってさ、家族なんだよ。行かれましたね。どんどん行こう。はい、じゃあ第2問いきます。ででん、あ、待って、あ、はい、それね、リオさん、何月何日、何月何日か、大体で行こうかな。いや、ダメですよ、もうぴったり、やったのが、いや、もう忘れちゃった、9月10日10日、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 はい、10日、いや、10日じゃないです。はい、ていかさん、2021年、うん、9月の19日です。19日か。場所は、浅草です。浅草、正解です。まあまあまあ、いや、簡単ですよ、こんな。まあ、マイセルフですからね、これは。じゃ、これね、ちょっと話したいのよ。はい。テイカと俺で、この知り合いにホッピーさんっていうデザイナーさんがいて、はい、その人の、なんか、グッズというか、はい、なんか、アパレルみたいの始めて、なんか、友達だから、手伝って、そうそうそう、みたいな。はいはい。それの撮影の時に、チェキを取らせてもらって、自分で通販で行ったんだけど、うん、はい、その撮影の時に、まあ、そのテーマが、狼と少女みたいな。赤ずきんちゃんだよ。赤ずきん。あ、はいはい、で俺たちが狼側で、そのモデルのこんなちっちゃい女の子が赤ずきんやってて、でそのテイカのそのチェキ見てもらったら分かるんだけど、はい、口の周りが、まあ、狼っていうそのイメージを聞いてね、はいはい、メイクさんと相談して、血だらけみたいにしたの。なるほど。そしたらこんなちっちゃいその妖精みたいな女の子が大泣き、顔見た瞬間に大泣き。そう、あの空気やばかった。やばかったよ。なんかどっちも悪くないのなんてみんな分かってるんだけどさ、なんかこっちもさ、なんか気まずい初対面で結局、はい、その子と一緒に撮ることを叶わなかったの。もう俺ちゃんなら撮りたくないって言って、じゃあ、オオカミとオオカミになって終わったってことですか。で、なんか変な写真切り取って、やそうそうそう、一緒に撮ってるみたいにしてもらったんだけど、その子が写真撮ってる間、俺とリオずっとパーティションの裏で音を立てないように隠れ、声でもしたらさ、もうバレちゃうから、また泣いちゃうから、はいはいはい、いない体を貫き通してたんですね。悲しかったね、なんかさ、グッときた。俺もう普通に、俺なんか気持ち悪いの分かってるからさ、メイクのね、なんか別にメイクしてなくてもさ、普通に怖いじゃん、大人だし。まあまあ嫌だろうなと思って、はい、最初に俺ガチャガチャでハムスターのぬいぐるみみたいの、あ、掴みに行ったんですね。聞いて、これでもう友達になっといちゃおうと思って、はい、
あげたんだけど、あれ返してくださいもし見たら返してじゃあちょっと概要欄まで入れてください。じゃあ続いて第3問行ってみましょう。この順だとレアだよ。なんかそういうこと言われるとなんかまっすぐ行きたくなくなるんですよね俺はもう 100% 自分のことだから分かるな。自分の分かる。じゃあ行きますよ。第3問デデン。え、うー、はい、あーこれ書いてあるんじゃねえか。なんだっけよかった。2021年8月1日、はい、場所はレックスです。正解。危ねえわ。レオ BD って書いてある。これはね、印象に書いてあるんだ。逆に分かんなかったらやばいっていう感じでちょっと出したんで。よかったよかった。はい、じゃあ今のところ2対1ということで。次で決めちゃおう。そうですね。次正解したらテイカさんの勝ち。はい。じゃあ第4問。デデン。さ。うわー。おー。え、マジ？あ、分かった。テイカさん。え、嘘だ。どうぞ。ね、12月。はい。もう絶対違う。もう。その時点で絶対違う。12月13じゃない。違うよ。12月13。ペッペーか。テイカさん。日付はもう絶対わかんないですよ。あ、じゃあ場所わかればいいですよ。場所もわかんないですよ。6月あたりだろうなっていうのは絶対そう。そうだね。2021年の6月の。プロパガンダだな。あ、はい。ホリデーの名古屋だと思います。ホリデー名古屋。残念。いや、待って、わかった。あ、ナイス。あ、いいよ。じゃあ、リオさん。これは2021年の6月ですよな、はい、6月の、はい、どっちかよな。東京。いやいやいや違う、それ場所当てないと。そうそう、場所、あのライブハウスの箱の名前お願いします。え、うわ、マジかよ。3、2、1。あ、ごめんなさい、終わりです。テイカさん、池袋エッチ。ピンポーン。よし、きた。東京まで出てたのに。エッチ池袋な。うわ、いやー、エッチだったっけ。いや、なんか背景で分かった。まあ、最初名古屋って言ってましたね。なんか試したんだよ揺さぶって。はいはいはい。名古屋な、俺の誘導が違う。そこでまず揺さぶっといて。で、6月の名古屋はちょっと傷を負ったからね。でも6月ってところまではすぐ分かったんですね。そうですね、直してるので。ああ、衣装でってことですね。なるほど。ちょっと勝負の方は、じゃあ今はもうこれ3対1でテイカさんの勝利ということで。ああ、最後のあるじゃないですか、それも。それビザ。いや、マジでビザないないない。だって3本先に選手した方の勝ちって言ったもん。一旦ね。違うよ。ダークホースロイがいるんだからさ。じゃあ、じゃあまずロイを。じゃあまずポイントちょうだいよ。うん、分かった分かった。10ポイント。10ポイントじゃあ。じゃあ救済として。うん、まあさすがにテイカさんが今リードしてるんで、うん、1対12になっちゃうんですよね。うんうん、じゃあ次正解したら、5ポイント。いいよ。お前10ポイントならいいか。単品5ポイント。ならいいか。で、逆転はしないですけど、うん、ちょっとだけ、まあ、そうそうそう。じゃあいきます。デデン。これね、マジで。じゃあこの衣装を着てる期間めっちゃ長かったんで、確か。なるほど。コロナとかもあって。あ、え、黒いな。リオさん、それは取り下げですか。いや、ごめんなさい。はい、いきます。なんとか頑張ってみます。じゃあ、5ポイントをかけて、うん、答えは、6月の違う。あ、何年ですか、ちなみに。リスタボこの子にちょっと待ってください。ちゃんと見えてます。一回近づいていくださいちゃんと見て目がね、もうちょっとこれもらっちゃうもん。リスターボの衣装。リスターボだ、リスターボね。はい、リスターボは何月頃。何年かも答えてもらっていいですか。あ、じゃあ2020年はい12月。はい、真ん中で13。12月の13。うん、ちゃうな。残念。テイカさん、2020年の、はい、月が分かんないな。10月かな。10月はい。エリアか。このさ、最初の周年できなくてなった時のエリアなんじゃないかなって背景。ははは。まあ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 、不正解なんでちょっとそれ以上喋んない。一番基本。不正解なんかない。場所も違う。場所も違います。マジ。横浜。新横浜。いや、メンサイドビーチです。こんな場所ないですもん。どこで撮ったの。いや、100% 違う。一回ツイッター見て。ちょっとオフィシャルのツイッターで。
そう、これは悔しいの。いや、絶対違うって。何よ。え、これ本当に新横浜、はい、え、絶対違うよ。これ先にじゃあオフィシャルで写真見せられた人が来た。あ、オッケー。じゃあこっちで見つけた人も勝ち。もう大丈夫かな。はい、ありがとうございます。あとはもうロイを信じて、俺はもうその横浜をたどるまで。絶対ね、あやふやになってるよね。このロイがめっちゃいる。このロイがめっちゃいる時期が。あ、本日はどっちなんだ。え、いやいやいや、ほら、いや、え、これ絶対ここじゃない。俺合ってるよ。どこですか。え、周年ライブの振り替えの、はい、高田馬場エリアでしょ。エリアだ。もう壁がね、全く一緒なの。これ絶対合ってるじゃん。で、エリアのさ、あのカチカチの椅子、この青いやつ、絶対そうだよ。で、でこの背景ね。まあそう見えなくもないですね。絶対そうだわ。なんてよこれ。あ、でもふざけた問題出しやがって。え、でも俺この写真見つけられたからいい。いやいやいや、ダメでしょ。だって俺答えてんじゃん。だったよ、だったよ。まあこの問題はまあドローということで。いや、じゃそれもおかしい。あ、分かりました、分かりました。じゃあこうしましょう。じゃあ5点ずつあげます。いやいや、マジでいいな、こんな。6対17です。いや、現在のポイントは、いや、なんかあの勝負させるのもいいけど、やっぱあの、はあ、答えくらいちゃんとしといてほしいよね。いやいや、もうちょっと難かったね。これもニューサイドビーチで。違う、でもやばいな、そういうの。そうなんだよな。エリアだったけど。違うんだ。エリアだったけどな。まあちょっとあの、分かるよとか、多分あの、はい、同じところで撮ってるんで、うん、あのこの日に撮ったチェキを持ってるファンの方いらっしゃると思うんですよ。絶対いる、うんうん。これぜひコメント欄でちょっと教えていただきたいなと思います。ますあの、お二人ともすぐ答えがポポッと出てきてですね。割とね、まずあの、俺らのさ、衣装で大体の時期は分かるから。そうだね。でも日付もほとんど答えられてたじゃないですか、うん、まあなんか家族っていうのかな。メンバーは家族だから、家族のね、見た目分かんなきゃどうしようもないでしょっていうことで。いや、素晴らしい絆が確かめられたじゃあ撮影でしたね。普通ですけどね、何回見たの。ありがとうございます。じゃあちょっとイーストをね、目前に控えたところで、はい、絆を確認できたということで、うん、11日のライブにも期待ということで、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ります。今日の動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をください。お願いします。以上、俺は定価だ。空中に君を連れ出したどこか遠くへ。